海中央工業キャプテンの森山です。今年のチームは去年から試合出ている選手が何人もいて、前にストロングを持っている選手が何人もいるので、今年は攻撃が特徴かなと思います。今年は新人戦優勝してリーグ開幕もいい形で勝てたので、今年は県内タイトル全部取って、選手権では単独優勝というところを目指して頑張っていきたいです。